ラウンド。よし。レディー、ゴー。初めて強以外を使うぞ。あ、コンボはないのね。パンチ系、これね。はいはいはい。超飛が二つあると。両方見てえな。ゲージため。あ、違う。酒ゲージため。あ、ミスった。今何やった俺。シューティングダンサー。前進してる。上だよ。おう。スピードダウン？スピードダウンすんな、あの技。はあ。で、ゲージためだ。ダメでした。やっぱ早いな。当たるとダウンすんのか。向こうゲージためやってくるでしょ。ね。よし、超飛、まず、忍び足から見ていこうか。ガード。よし。なんか、酒が便利すぎてガードを全然使ってないんだけど。あ、負けた。早えな、あの技。一回酒やってからにすればよかったか。上だよ、早え。っていうか、前がやられる。ライタッチ、危ねえ。どうするかな、上だよ、上だよ、連発してきそうだな。2回避けして、超飛。頬の前で。よし。スライタッチは波動パンチだよな。グライダーステアのサンプ。あ、これは空中から波動キックのやつだな。で、よし、来た来た。狙い通り。お！おぉ！すっげえ威力。超飛はみんな5割強ぐらい減るのか。そうっすか。酒ゲージダメ。来い。コンピューターがゲージなくなるまでは技出し続ける感じだな、みんな。だな。もう一回攻撃きそうだな。あ、大丈夫だった。よしよしよし。ちょっと作画が大張正美チックな。ねえ。さあ、どのタイミングで行こうか。酒超飛で行けるか。酒ゲージサメ、酒超飛のパターンで。あ、超飛が来た。超飛来たんじゃないこれ。やばいんじゃないですか。死んだっぽい。おぉ。マックスバン。死んだ。クリスの攻撃力こんな高くねえよ。あれるか。やばい、初めて勝ちポーズが出たぞ。ちゅうか、ツイスタードライブ減りすぎだし、酒間に合わねえし。やられたねえ。体力も半分残ってんぞ、これ。やばくないか？まあ、やることは同じなんだけど。ねえ、酒よりスライタッチが早い。クリス、スピードやばすぎるんですけど。ちょっと待った、早い。ガードの方がいいのかな？ガードの方がいいのかもしんないな。下だよ、下じゃない、なくない？やばい、めちゃめちゃ早いぞ、グリス。これは二人抜きし、二人やられんぞ、これ、このままじゃ。考えないといかんな。ここはゲージためで OK でしょう。ゲージため、ガード。こっちも早い技出していこう。超飛狙いやめて。うん。なんか大技来い。よし。超飛をガードした。やっぱガードの方がいいな。酒よりもガードの方が出んのは早い。で、鬼焼き。よし。相手の超飛を封じれば、いけるね。酒。よし、ここは一発狙うとこだな。相手のゲージためを読んで。というとこだ。また来ない。よし、これはオッケー。で、ゲージためかニュートラルだ。ゲージためかな？おーし。オッケーオッケー。スピード速い相手にはガードも使っていかないといけないのか。光が。よし。クリスの声ってさ、ずーっと変わってないよね、多分。
クリスのボイスは 2002UM でも何も変わってないような気がすんな。うん。変わるようが追加されたぐらい？ 3! レディー、ゴー！ さあ、シェルミーだ。シェルミーは2002でちょっとね、太くなったんだよね。太くなったは言い方が悪いかもしれないけど。シェルミーってリーチ長い技があんまないんじゃないか。移動投げ、シェルミーキュートぐらいなんじゃないかな。という気がするんで一歩下がってみたんですけど、パンチかわしたね。いきなりパンチか。ヘルミホイップ届かないですよ。ほらほらほら、投げキャラには距離を取るのも有効じゃないの。シュートも届かない。何も届かないんじゃないの。そっからこっちオロちゃんに届くよな。相手は多分距離を詰めてくる。それしかないと思うからな。よし、ことづき避けられた。残念。悲しいな、これ。お、避けやってきたな。おー、やるじゃないか。あんなモーションだったな、ゲージダメ。懐かしいね。今度こそ当てるぞ。超飛狙いはやめようか。超飛狙いはやめて、もうちょい。ちまちま行こう。距離を詰めてこないですね。届く？届かないな。アクセルスピン。届かないと。さあ、様子見合いになってますけども。リーチ長い技で行くか。いいえ。闇払い。フルパワーだ。さあ来い。酒。攻めて来いよ。来ないね。待ちだね。待ちシェルミーだね。ちょっと待って、ゲージ溜めて、一歩前に出て、発生の早い鬼焼き。酒まくりだな。距離詰めて来ねえのか、投げキャラなのに。シェルミーカーニバル、危ねえ。届かないか、鬼焼き。届かないか。消費狙ってきたぞ、あの距離から。もう一歩詰めるか。もう一歩詰めて。鬼焼き。ほい。おっしゃ、当たった。やっと一発入れられた。そして距離を取ると。よーし、超飛はかわした。さあ、こっからだな。ことづき、距離を取る。おろつなぎ。よーし。画面端追い込んだぞ。下がれ。ガード。まあ、オッケー。ゲージ溜めかなんかやれ。酒か。酒が多いな。ゲージ溜め。ことづき。来るか。来ないんですね。ほんとリッチねえな。このゲーム投げキャラ相当きついんじゃないか。酒かな。うーし。ヘルミカイマル。全く使えねえですよ、投げキャラ、このゲーム。ガンガン前突っ込んでいかないといけないんじゃないか。その代わり、スピード速かったりするのかもしれないけどね。酒で、こう、投げが、酒も投げれるとか、そういうことがあるかもしれないけどね。酒。スピードアップ。鬼焼きスパイラル。余裕。スパイラルは、普通の必殺投げのやつだよな。ワンフレ投げ。知ったらいいのやつね。酒の前に鬼焼き入った。なんだったんだ、シェルミーは。おうし。前がやられたけど、二人倒した。レベル上がるかな？
あ、ねえか。まだまだ今日は無敗だな。どう？お前は負けときながらドヤ顔で。まあいい。かんざしは諦めるか。とりあえず着物の柄の勉強はさせていただいた。この辺のキャラがこういう普通に喋ってんのを聞くのは斬新だね。このかんざしとオロチの封印がどう関係するっていう、うん、それはね絶対関係ないと思うんですけど俺は。はい、知らぬ家はオロチ一族と関わりがあったのか。そんな話は聞いたことがない。だよね。数百年前、くの一だったご先祖様が猿お方から拝領した品で。はあ。確かに家宝ではあるけど、封印だのオロチだのとは無関係よ。うん、疑わしきは奪え。何を企んでるか知らないが、はあ、奴らかなり焦った。もしかしてあの、伊織が知らぬ池のなんか家柄に興味があるっつったのも、それのことなのかな。ありがとう、今日。おかげで、大切なかんざしを守ることができた。まさかお茶会イベントから、こんなことになるとは思わなかったな。出場する決心がついたわ。お、はい、パートナーフラグではないですか。今日と一緒に戦わせて。ここでもう、はい、ならないよな。ならないよね。はあ、じゃあこれ最終的に出場するときに舞をパートナー候補にできるということか。どうなったのかな。もう内定ですね、舞は。別になんかなるわけではないのか。これはそのままだけど。なるほどね。了解です。よし、じゃあまたこの辺で一旦区切りますか。ね、また次回、じゃあ次回よろしくお願いします。失礼します。たびたびすいませんね。ちょっと編集したら時間がいろいろ狂ってしまいまして。もうちょっとだけやっていきます。舞がパートナーになったというとこですね。多分だけど、まあ、システムをまだちゃんと把握してないからわかんないけど、あ、千鶴入ってんな、いつの間にか。あは、千鶴がいつの間にか入ってるし、好感度高いし。技名省略されてんな。確か、千鶴の技の名前がなんか、当時は一番長い技が確かあったと思う。神速のノリとかな？わかんねえ、なんか、ネオジオフリックかで、なんかで、こう、技の名前が長い技ランキングみたいなのがあって、千鶴が1位だった記憶があるんですけど、それは置いといて、まあ、この 25? これは0になった時に KOF なんだけど、その時に多分だけど、キャラを選べるんじゃないかなっていう、ね。さっきみたいにイベントを起こして、ミスった。イベントを起こして、パートナー、フラグが当たったキャラを選べるんじゃないかと。まあ、勝手にそう、勝手に思ってるんだけど。間違ったらあれですけど。ね。というわけで、いろいろキャラとフラグを立てていって、パートナーを増やしていくということですね。パートナー候補をね。うん。じゃあ、朝だけどとりあえず帰るか。ちゅうか、あれか、昨日のイベントで一日経ったのか。帰ります。ユキは？あれ？ユキ先に帰ったのか。あのお茶会イベントさ、ねえ、あの、シェルミーとかクリスとか戦い始めたあたりからユキが一回も出てきてないよな。どうしたんだろうね。白状な。雪は真面目だから、やっぱりお茶会終わって一人で帰ったのかな。今日はなぜか、家に泊まったけど。さーて、97だからな、誰がいいかな。まあ、とりあえず朝だから、路地裏とか人いないやん。とりあえず学校行っとくか。なんかアテナも好感度高いから、パートナーになっちゃいそうな気がする。あ、大学、おお！気負ったか、大事な教え子の仇。落ち着け。ちょ、絶対これキモいだろう。老けてるしさ、なんかさ。ひひー、シンゴが。よせ、ダイモン、俺だ。よし、落ち着け。今日か。すまん。
ダイモンってこんなキャラだっけ。びっくりした。シンゴはこういうキャラだな。どうしたって言うんだ。どうした。まあ見てくれ。うん。お、ちょっと細い。いつの話だ。ちょっと待って、なんかいっぱい伸びてるな。なんか今の一瞬でダイモンがちょっとまともな顔になった。今日は会議が、会議があって、わずかの間道場を開けて戻ったらこの有様だ。ダイモンが美形会議に。誰が、一体誰がこんなことを。こんなことをいいよりか。怪我の軽い部員の証言によると、相手は男二人、女一人の三人組。男二人、女一人の三人組。この時点で二つ候補が上がるよな。仙道三兄弟かニューフェイスチーム。草薙さん、そいつら。そいつら。ああ、俺の招待状を狙った三人組と見て間違いないな。うん、どっちも当てはまるよな。そうか。お前のところに。せっかく訪ねてきてくれたのに。まあ、悪いのだが、俺は教え子たちの手当てをせねばならん。わかった。俺も様子を見に来るが、気をつけろよ。大門イベントが進行している。先日対戦会で97を久しぶりにプレイしましたけど、A 級ゲーだね、やっぱり。A 級ゲーでしたね。テリーが強いという。大門はあんまりイメージないね。ベニマルは置いとこう。置いとこう、ベニマルは。どうすっかな。自分の学校も行くか。自分の学校で出てくるキャラ、今んとこアテナ件数しかないよな。誰もいない。誰もいないってことないっしょ。今何曜日だっけ？あ、日曜か。日曜じゃしょうがないか。じゃあ日曜はゲーセンだな。うん。俺も高校生ぐらいの頃は、しょっちゅうゲーセン行ってましたが、誰もいないと。まあ、昼だしな。峠は、千鶴以外のイベントは起きんのかな？誰もいないみたいだな。うん。病院。三連続。うまくかわしてるのか、これは。いよりも来てないな。うん。公園。来たー。誰もいない。すごいぜ、この街。ゴーストタウンだな。広場。まあ、あえて人がいなさそうなとこ選んでるんですけどね。にしてもいなさすぎる。おっと、またアテナだ。私に会いに来てくれたターンです。アテナ。また顔見せてくださいね。それだけの会話。意味はあるんか、今のは。なんだな、ちょっとアテナのキャラも、だいぶ格ゲーのイメージと違うね。夕方、昼、まだ3時か。ナンパ通りベニマルでしょ、絶対。ライブハウスは、イオルと戦ったイベントしかないよな、まだ。お、お、懐かしいな、このよどんだ空気。このよどんだ空気。緊張する。緊張する。これはもしかしてバンドやるのか。みんな、用意はいいよ。準備も何もないぞ。おいおいおい。一丁やったるか。やるんかい。絵を見せてくれ。誰が何担当してんのかもわかんない。終わった？短い。何？音が。誰や？アンプの電源抜いた。ああ、なんだ、妨害工作か。いよりでしょ。何を予想通り。そんなに遅くな。いや、あることが身にっちいなより。命がけのな。遊びたいだけだろ、お前が。八神、
尺に触るぜ。ふん、俺のことか、それとも演奏を邪魔されることか。てめえに演奏を邪魔されることさ。やめて今日、こんな大勢の人の前で騒ぎを起こしたら。もう手遅れでしょ、いろんなとこでやってるから。よしてよ、二人とも大人げないですよ。本当だよな。まあ、話を聞いて。バンドの演奏がきっかけで起きた揉め事は、バンド対決で勝負をつけたらどうですか。バンド対決で勝負をつけたらどうですか。バンド対決、はあ、両者が出たこのポーズ、観客を盛り上げた方が勝ち。うん、二人とも演奏には自信あるんでしょ。そうなんですか。ふん、くだらん。くだらん。自信がないならやめておいた方がいいぜ。恥をかくだけだ。煽り合いがもう本当に低レベルだ。よっしゃ、おもろなってきたね。こいつさら一言挟むだけじゃねえか。まずは俺から行くぜ。行くぜ。こっから音ゲーか。これ歌流れんじゃないの、もしかして。この曲か。歌入る、歌。歌入りました。いやー、すごいね。コーラスっていうかバック、女の声が聞こえるけど誰だ？ユキか。通らねえ声だな。俺も人のことは言えないけど、正直言うとこの曲聞いたこと、聞いた記憶があるんですけどね、昔。あったかな。なんだろう、昔あれかな、ゲームドラナイトとかで聞いたのかな。いや、聞いた覚えはある。さすが京さん、演奏とは聞いてたけどさ、歌も歌うのかよっていう。こりゃ勝負は見えたな。ここで、いおりの。まだいたのか、ヤガミ。俺の音を聞いて逃げ出さなかったのは褒めてやる。それちょっと俺も今逃げ出したくなったけど、一瞬。それとも、逃げ出すのも忘れて聞き惚れていたのか。よく言うな。あれが演奏だったのか。チューニングだと思ったぞ。では俺の番だ。このゲームのよりは本当になかなか口が達者ですね。逃げ出すがいい。